旧ミュージックジャンボリーにゆばりは2007年6月30日7月1日に財政再建団体となった北海道ゆばり市のマウントレースイスキー場にて開催されたロックフェスティバル。鈴井高幸が代表を務め演劇ユニットチームナックスが所属する北海道の芸能事務所クリエイティブオフィス Q の15周年を記念しクリエイティブオフィス Q の主催により開催された クリエイティブオフィス級の所属タレントが MC を務めた。また、グレイや、ツ発展のように、北海道に関連するアーティストや、大泉と、パパパパフィーで共演したパフィーや、大泉と、コラボレーションで、CD、本日のスープを発売した、スターダストレビューなど、クリエイティブオフィス級の所属タレントと渾身がある、アーティストが出演した。また、チームナックスが、業務提携する、 アミューズのアーティストも出演した。MC は当時のクリエイティブオフィス級所属者。出演順トークゲスト出演順トークゲスト。ありがとうございます。